こんにちは、 SBI 証券の鈴木でございます。2月1日水曜日、新興株ウィークリーをお伝えしたいと思います。本日のお題はですね、1月活躍のグロース銘柄、2月上昇期待の銘柄はというタイトルでお伝えしたいと思います。さて、東証グロース市場はですね、指数は、としては1月月間で 6% の上昇となりました。12月はまあ 8% 下がっていたということを考えるとですね、反発局面になったということであります。物色的には2022年に IPO 新規上場した銘柄のですね活躍が目立った形になっております。2月はですね、じゃあこうした中どういう銘柄が物色されるのでしょうか。1月相場のようにですね、全般的な反発相場の中ですね、逆に下がっているようでは当面は高パフォーマンスを期待しにくいのかもしれないです。また信用取引について、注意を促されたり売買が規制されているようではですね、相場が、過熱している可能性も否定できないというふうに見られます。無論業績拡大が見込めないようではですね、株価上昇に持続力が期待できない、こんなことも言えるのかなと言えます。そこでですね、今回の新興株ウィークリーでは1月に値上がりした銘柄の中からですね、業績面での裏付けがあり、2月以降も上昇が期待できる銘柄を抽出すべくですね、次のようなスクリーニングを行ってみました。1、東証グロース市場に上場。2、時価総額100億円超1000億円未満としております。株価上昇率がですね、1月月間で 10% 超ということですね。そして、4、1営業日あたりの平均出来高が5万株超、ですね。これは1月27日までの20営業日で計算させていただいております。ここまでのところですね、先ほど申し上げました通り、1月のですね、東証グロース市場指数ですね、6% の上昇ということになります。と考えるとですね、10% 以上ということは、アウトパフォーム指数に対してしている銘柄ということが言えるということであります。そしてそこそこの出来高もですね、こなしていると。で、5に続くわけなんですけれども、決算発表、予定日が2月3日金曜日の以前の銘柄、さすがにですねこの、スクリーニングやってて、また資料を作っててですね、今週決算発表というのはですねちょっとリスキーなんでですね、よくそういった銘柄ですね取り上げてしまうとですね、資料を作ってる間にですね情報修正とか下方修正が発表されるなんていうのもですね危険性としては増すわけであります。ですから一応決算発表があまりにも近い銘柄も除きました。そして6ですね、いろいろ書いてあるんですけれども、直近四半期の営業利益がですね好調と言えることという意味で捉えていただければいいかと思います。直近四半期の営業増益率が通期会社予想営業増益率をですね上回っていること、この場合は直近四半期といっても累計の方ですね。そして2番目としこの6の2番目としました直近四半期累計の営業利益の通期会社予想営業利益に対する進捗率が標準を超えること、よくこの表現使わさせていただきますが、進捗率の標準というのはですね、第1四半期だったらば 25%、 第2四半期までの累計であれば 50%、 第3四半期であれば 75% というふうに言っていいんではないのかなと思います。そして直近四半期が第4四半期の場合ですとですね、同四半期の営業利益が通期の 25% 超となっていること、直近の四半期がですね、前期の最終四半期ということになるとですね、進捗率という表現は使えませんのでですね、このような考え方にのった、ただ一応勢いとしてはですねいい勢いで最後の四半期を通過したということは言えるということであります。そして最後に信用取引で注意を促す、注意喚起とかですね、売買を規制する銘柄ですね、こうした措置が取られていないことをですね、条件としております。そして抽出された銘柄がですね、こちらにもあります通り、今回のこの10銘柄ということになります。9558のジャパニアスですね。1月31日は3025円、月間 33.4% も結構上昇しました。上場企業にシステム開発を行っている会社ということで、顧客の8割がですね上場企業ということになります。1月10日に高決算を発表し、今期営業利益 22% 増の予想を発表、強い見通しを発表して上昇したということですね。このパターンですのでですね、2月になるとですね、利益確定売りが出る可能性はあるんですけれどもですね、好調な業績を背景にですね、押し目が買われるという展開というのが平均的なコースかなというふうに思います。9218メンタルヘルステクノロジーですね、産業医クラウドサービスを提供しているということで、第3クォーター累計ではですね、四半期累計では営業利益が4億1900万と。通期計画が3億4700万ですから、もう達していますよということですね。それから、達してるんですけどですね、一応念のためこの上場会社の赤字っていうのもありますので、減るというのもありますんでですね、100% 進捗率がいっているから必ず、計画通りいくというわけではないんですが、一応有利であることには間違いないと思いますね。9565、ウェルブレイドライゼストですね、この会社 e スポーツイベントの企画運営、あと e スポーツ選手のや実況者、それから解説者のサポート、こんなのを行っている会社ですね。覚えていただくと、この e スポーツ関連での小型株ということでですね、折に触れ今後も注目されるケースもあるのかなと、そのテーマ性も見といた方がいいのかなと思いますですね。アドマイヤホールディングス、最近よく出てきますね。中小企業向けの法人営業支援ということで、今期 24% の営業増益予想というふうになっております。ラキールですね、システム開発を行っている会社です。それから T&S ですね、これは後でご説明します。 e-Well ですね、他の機会で説明をしたことがあるかと思いますが、訪問看護ステーション向けに SaaS ですね、クラウドを通じて使うソフトウェア、それのですね提供を行っているということであります。第3四半期までの営業利益の通期計画に対する進捗率 92% ということで、この業績は順調に推移しているといいと思います。アトラステクノロジーズ、これも後でご説明します。 NPC ですね、アメリカのファーストソーラー社などにですね、太陽光パネルの製造装置を納入している会社ということで、通期減益予想なんですが、とりあえず上半期は増益転換になっているということです。アドベンチャーですね、オンライン旅行会社、今期営業 37% 増益予想、そして第一四半期は 145% と増益ということで、業績の拡大ですね、が交換されています。ただこの会社ですね、現在、このもちろんこのオンライン旅行会社ですからインバウンド関連ということが言えるんですけれども、このいわゆるインバウンド、訪日外客数に対する水際政策の緩和以前からですね、結構業績が回復していた銘柄ということでもあります。非常にですから、内容的にはですね、評価できるということだと思うんですけど、逆に言えば、結構、人気化して長いということも言えますんで、今後ですね、株価の水準やバリエーションなどには注意が必要かなというふうに思います。そしてそのうち、先ほど申し上げました通りですね、少し細かめにということで T&S ですね、この会社がやってる事業はですね、3つありまして、このソリューション、半導体カテゴリー、それから先進技術ソリューション、これ今半導体って言いましたけど、半導体そのものをやっているわけではない点は注意ですね。ソリューションというのはですね、業務アプリケーションや医療システムなどさまざまな技術やプラットフォームに対応するソリューションを提供しています。で、2つ目の半導体関連の仕事というのはですね、半導体工場、特に難度型フラッシュメモリーの運用や保守を支援しているということですね。ですからそういった半導体関連の側面、事業ですね、事業、そして先進技術ソリューションというのは AI、人工知能テクノロジーやソフトウェアの高速化、画像認識ソフトウェアとの開発を行っているというですね、この3つ。それで、事業はそんな感じなんですが、特徴はですね、お客さんがかなり決まっていてですね、主要顧客先は、さっき難度型フラッシュメモリーで想像ついた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、東芝グループが大体売上の 24%、 日立グループが 21%、 キオクシアグループ 29%、 キオクシアですからこれ東芝のですね、難度型のフラッシュメモリーのところですね。ですから半導体事業のところですから、東芝関連といってもですね、いいんじゃない。ただ独立してきたわけでありまして、別立てになっているということですね。こういった主要取引先と安定的に取引が続いていることが、強みというふうになっております。で、業績面ではですね、こちらにもあります通り、売上高利益ともですね、少しずつ拡大が続いております。前期に関して言えばですね、売上が 19% 増、営業利益が 49% 増、評価されるのはですね、先進技術ソリューションというですね、こちらがですね、日本電機などの既存取引先に加え、オムロンなどの取引も増えるなど、収益基盤が拡大したことということですね。先ほど申し上げました通り、この東芝系や清串や日立、そういったところと取引を聞いてたんですが、他とも取引が拡大しているということですね。これは評価していいのかなというふうに思います。会社側は今期ですね、営業利益 13% 増という予想なんですけれどもですね、各カテゴリーともですね、増えていくんではないか。先ほど申し上げました先進カテゴリー、先進技術カテゴリーですね、先進技術ソリューションの部分もですね、拡大、この売上構成比も増えていくんではないかということです。株価の方はですね、今、これさん戻りますとですね、この12月29日の 1,250 円から1月25日の 1,756 円、これの3分の1がちょうど 1,600 円、そこを割れてきてですね、でかつてのこのボックス相場の時の上限が大体 1,600 円近辺だったということを考えると、1600近辺は逆に、この下の支持ラインになりたいと。で、ここを少し割れてきてはいるんですけど、ここから下ですね、押し目買いが増えやすいんではないのかなというふうに思います。黄緑の線の25日線も上がってきておりますので、これがですね、今後の下値支持ラインに、別の下値支持ラインにも発展していくのかなというふうに思われます。あと、次、もう一つですね、細かめの、説明させていただきたいのは、フィンテック、失礼しました、フィンテックコンサルティング会社でありますアトラステクノロジーですね、こちら、であります。決済関連分野を中心としたですね、独立系フィンテックコンサルティング会社ということでありまして、戦略立案から実行まで一期通案で支援を行っているということであります。今年1月以降はアジアのフィンテック中心地シンガポールでの事業を本格的に進めていくという方針も持っているようでということで、フィンテック関連としてですね、新しい銘柄の一つとして注目されてもいいのかなというふうに思います。で、まだですね、過去の業績それほど数があるわけじゃないんですけれども、右肩上がりで成長してきております。2022年12月決算は2月14日に発表予定なんですが、売上高26億9000万、営業利益、6億5000万ということで 39% 増を見込んでいます。第3四半期時点で営業利益の進捗率は 77% ですから、とりあえず重要ということですね。で、注意点がですね2つあると思いますね。今度発表されるのは通期決算ですね。したがって、新たな2023年の予想というものが出て、くる予定になっております。この通期会社予想というのはですね、会社の政策が反映される部分があってですね、その実力というのもあるんでしょうけれどもですね、この政策的にどういう数字を出してくるのか、そこはさすがにですね外部から読みにくいところになりますので、慎重な投資家の方であればですね、決算発表を見てからというのも一つの手であると思います。あとですね、もう一つ、売上高において NTT ドコモが占める、比率が高いということですね。その NTT ドコモ向けの比率ですね、2020年は 93%、2021年は 90%、2022年は 81%、高水準が続いていると。もう一つの考え方は、高水準が続いているんですが、新しい取引先がですねどうも増えているような、そんな数字の推移になっておりますですね。会社側が提出した事業計画及び成長可能性に関する事項によるとですね、ドコモが占める割合はだんだん低下していくんではないかというふうに見られておりまして、その中期的な動きですね期待したいなというふうに思います。逆に言えば他のお客さんの比率というのはまだほとんどないわけですから、いくらでも増やしようがあるということなのか、そんなことが言えるかと思います。さて、全体的にはですね冒頭でお伝えしました通り、1月の、このグロース市場は上昇したわけなんですが、日経平均が 4.7%、トピックスが 4.4%、他の市場も、上昇ということになりました。インフレや金利上昇に対する懸念が一巡してですね、米国ではナスダックや半導体促進指数などが堅調に推移して、それが東京市場の追い風にもなったということは言えるんではないかと思います。ただ、この前週ですね、1月24日から1月31日のこの火曜日同士の比較ですね、ではですね、他の市場ともどもですねあまり大きな差がなく、上昇一服というイメージです。むしろですね主力大型株の決算が本格化してですね、自社株買いや株式分割が活発している分、市場の関心少しこの主力大型株に集まっているかなと、とはいえ新興市場もなかなか堅調ということだと思います。時価総額上位ではですね M&A 総研の上昇、目立ちましたですね。1月27日に発表した第一四半期の決算ですね、年間の4分の1発表したところで、営業利益がですね進捗率が 44%、標準が 25% でしょうから 44% はいい決算だったということで、株価は1月30日31日とですね決算発表後の2日で 40% 上昇した、それが効いたかなという感じになっております。好決算ということになりますと、また折に触れですね注目される可能性もあるかもしれませんが、どうなるか。あと、時価総額100億円以上のですね、ところですね、こちらでは、いろいろご説明もできるんですけれども、一つ挙げるとすればこの、プラスゼロですね、人工知能開発の、会社ということで、1月25日から1月30日に4連投し、その間に4割上昇したことが、結構効いたかなというふうに思われます。1月24日の取引終了後にですね、事業計画及び成長可能性に関する事項を発表しと、今ちょっと長く、言いましたが、この事業計画及び成長可能性に関する事項というのはですね、最近、このグロース市場の銘柄であればですね、更新しながらですねお客さんに提示していくと、自分の会社の強みとかですね、この位置しているマーケットの特徴などをですね結構分かりやすく説明している事業が多いということですので、もしですね、手に触れことができればですね、ぜひこう関心のある銘柄についてはこう読んでいただくことをお勧めしたいと思います。まあその中でですね、業利益の中期計画についてですね、今後増やしていきますよというのをこのプラスゼロが発表したことで、まあ相場には追い風になったということになっております。本日はですね1月に上がった銘柄の中から2月もですねちょっと上がりそうな銘柄ですね、業績などをによってでふるいにかけてですねスクリーニングして選んでみてご紹介したというわけでございます。本日は以上で終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。